沖縄都市モノレールによりますと昨年度の乗客数は過去最多となった2019年度に次ぐ一日平均およそ5万4800人となり営業収益は18.6%増えて43億900万円となりましたしかし新たな人員の確保による人件費の増加や老朽化した設備の修繕費などが加算だことで当期純損失は およそ4200万円で4年連続の赤字となり債務超過額は15億3600万円となりました沖縄都市モノレールの戸道通社長は厳しい社会情勢はあるが役員を含め全社員による経営努力を続け一日も早い黒字化ならびに債務超過の圧縮に努めるとコメントしています今年度は過去最多となる1日の 平均乗客数5万7000人と、年間2000万人超えを目標としていて、4月と5月はともに過去最多の乗客数となっています。